おはようございます。タニくん、スリスリしてますけど。おはよう、タニくん。何か行きたいんだよね。知ってる。いいよ、行ってきな。日向ぼっこしたり、観察したいんでしょ。はい、ですよ。行ってらっしゃい。ね。ぼみくん、おはよう。おはよう。ねえ、似とらな、もう。食べてきたの。そうじゃ、伸びしてるね。サオちゃん、そこで日向ぼっこしてたんだけど、来ちゃったね。でもね、まだしたいんだよ、多分これ。プミはママと一緒にお肉いたんだよね、ずっとね。でも下降りてきたんだよね。今日もゆっくりしてなさい、プミたね。プミちゃん、おはよう。今日は落ち着いてますね。眠眠なんですか？日向ぼっこ気持ちはようなんだよね。あったかい。気持ちいいよね。いいよ、サムちゃん。ねんねんしてなさい。頑張って起きてなくていいから、ねんねんしてなさいね。ね。兄貴はさ、2回行くのかと思ってたらさ、急にドタンとか降りてきてさ、腹減りアピールしてんだけど、まあご飯空っぽなんだけどさ。何？どうしたの？昨日全然動いてなかったけど、今日か中動的ですね、兄貴。大丈夫なんですか。また後でおやつしよう。ね、ちょっと早すぎるおやつの時間ね。午後のお外探索タイムです。なんか葉っぱ食べてますね。今日はね、風が結構あるけど、あったかい風が吹いてますね。冷たくない。スカッとした青空が広がっております。気持ちのいい陽気ですね。先週かな、明日暑くなるっていう予報を見たんだけど、その後確認してないからどうなんだろうって思ってるんだけど、後で確認しよう。でもこの感じだと暑くなりそうですね。サミちゃん、サミちゃん、なんか言ってますけど、ワンって。まあ、もうちょっとね、遊んだらお家入ろうと思ってます。それでは4時過ぎたので、パパッと用事を済ませてこようと思うんですけど、不在の伝票が入ってたので郵便局に取りに行くものが一つあって、あとトレーダージョーズとターゲットかなと思うんですけど、お味噌がないから日経マーケットに行きたかったんですけど、今から行くとものすごくトラフィックに引っかかると思うので、一回お家帰ってきて、いろいろお家の用事済ませた後に、お父さんにね、帰ってくる時間確認して、遅いようだったらその後に出ようかなと思っておりますが、まあお父さん早く帰ってくるようだったら行かないかなと思ってます。とりあえず行ってきます。郵便局行ってきたんですけど、入っていた不在伝票がさ、この前お父さんと土曜日にね、他の書類取りに来たんだけど、それだったらしくって、2回も不在伝票が入ってて、もうピックアップ来てるよって言われて、なんか追跡の書類見せられて、ってなって、それ調べるのにね、30分45分ぐらい待って、あーってなっております。何それって思ったんだけど、まあこういうところだよねって思うんだけど、まあ気を取り直しまして、お買い物して帰ろうと思います。お家帰ってきました。もうまさかの真っ暗。もう6時半過ぎてるんだけど、郵便局でかなり時間かかっちゃったからね、仕方ないなと思っているのですが、買ってきたものはターゲットで歯磨き粉と、このスナックサイズのターゲットブランドのジップロックみたいなやつと、とりあえずドライシャンプーが欲しいと思ったのでこれを買ってみたんだけど、オレンジマンゴー、これ安かった、5ドルもしなかったので、まあ一回お試しにと思って買ったのと、これはパッドを買ってきたんですけど、最近アイハーブで買ってるオーガニックコットンのね、パッドがずっと売り切れてるんですけど、たまに入ってくるけどね、ただ一番大きいサイズでもちょっとちっちゃいなって思うから、このね、なんかイタリア製のね、さすがにね、オーガニックのコットンのやつがなくて、でもまあこれ多分塩素が使ってないのかなとか、いろいろと私の好きなこの動物実験してないとかっていうマークがいろいろ入ってたから、これちょっと買ってみようと思って買ってみたんだけど、試してみようと思います。トレーダージョーズでは、スパークリングのミネラルウォーター、グレープフルーツ2本とウィンターサングリアを3本、今回アップルなかったのでこれにした。お呼びます。
で、トマトとパスタと、今回このトマトバジルのマリナラソースを試そうと思って買ったのと、ポテトスナック3つと、ちっちゃいアボカドと、剥いてある枝豆さんと、人間用のヨーグルトです。ずっとなんかくれって言ってるんだよね、昼間から。夜ご飯するから待ってて。はい、ではこちらを片付けてお散歩行ってこようかなと思います。今日ね、お父さんそこまですごいで遅くならないって言ってたので、まあもう6時半だしね。日経マーケットは諦めて、また今度行こうと思います。なんかチェックしてますけれども、近所一周ですね。お散歩に行ってこようと思います。もうサブちゃん多分出入り口のところでスタンバイしてると思う。真っ暗だけど、よし行きましょう。お家に帰ってきました。サブちゃん、私の足に絡みついてますね。アンヨ拭かないとダメよ。アンヨ拭いたらご飯にしようね。ねー、ポミとタタムちゃんご飯しましょう。サニ君はもうバリバリ食べて去って行きました。お腹空いてたみたい。サニ君、ちょっとお父さん帰ってきたら朝ご飯あげたか聞いてみようと思うね。ポミ、はい、お待たせ。お手、あれ、怒りもしてくれんの。じゃあお手、よし、いいよ、食べなしょい。ゆっくりね、ガニガニしてください。タムちゃんもよ。タムちゃんは？お手、おかり、よし、食べてください。ゆっくりよ、ガニガニよ、上手だな、たりとも上手。はい、キレイちゃん食べましたね。ダヨグルトさんしましょう。はい、タムちゃんのはあるよ、大丈夫よ。心配なんだよね、置かれるまでね。知ってましゅ。お利口さんたちこっち見てください。行くでしゅ。はい。じゃあ、ポミちゃん、お手。おかわり、お手。おかわり上手、お手。おかわり上手、もう一回して。お手。おかわり、もう一回。お手。おかわり、じゃあ最後。お手。おかわり、よし、食べなさい。はぁ、グッポ、上手でした。サムちゃんは、あんまり後ろしゃがんないでくださいね。はい。お手。おかわり、お手。おかわり上手だな。はい、もう一回。お手、おかわり上手上手。もう一回、お手お手。タブちゃん、お手、おかわり。はい、お手、おかわり。もう一回。最後最後、おしわりして。はい、お手、お手、おかわり。よし、では食べなさい。おいちん、グッベビータム。私は帰ってくるよって電話があったからね。食べながら待ってようね。それでは私もご飯を食べようと思うんですけれども、今日はね、カレー飯を炊いたんだけど、ちょっと見えないんだけど、この下に入ってるから、マッシュルームとソーセージとブロッコリースローと枝豆入れて、でその上に豆苗を入れたスクランブルエッグを作ってかけて、ベビーケールバッと置いて、これおじさんのミートボールなんだけど、チキンのやつね、照り焼き風味のやつですね、を乗せました。お弁当も一緒なんだけど、こんな感じです。ちょっと固まってるけど、これは長芋の梅肉和えと大根の漬物があるので、こちらを食べようと思います。いただきます。はい、大興奮でございますね。お父さん帰ってきたかな。みんなワンワン言わなくていいや、パラちゃん。はい、どうぞ見てきて。お父さんいた？いたんだね。サムちゃんすごいな、いろんな声に反応するね。家の中で親父が咳してる声とかにも反応してるし。じゃあお家行きましょう。お父さん、自分のアカウントでね、インスタライブしてて、めっちゃズボンに手突っ込んでるけどさ、1時間やってから
私眠いのよとか言ってよくわかんないんだけど、なんでもね言葉すぐ使うんだろうと思うんだけどさ、お風呂入って寝るからって言って、ああそうなんだと思って、ものすごい中途半端にライブ終わったんだけどね、上に着てたジャージ脱いでここで半袖のまま横になってんだけど、寒くないのかな、しかもこの首の角度ね、また痛くなると思うよ。で寒いからだろうね、ズボンの中に手突っ込んじゃってるのはねと思うんですけれども、まあこのまま寝かしておいて、私がお風呂入るタイミングでね声かけようと思います。でもちょいい枕持ってんじゃんね、よかったね。タニコおやすみ。タニくんごめんね、ママお父さん帰ってきてから聞いたよ、朝チュールしかもらわなかったんだって、ご飯食べなかったからチュールしかあげなかったって言ってたけど、チュール食べてからご飯食べるんだよね、いつもね。そりゃ腹減りだわ、ごめんね。昼間ねちょっと白身魚のおやつ食べただけだったし、ほんとごめんね谷くん。お父さんも寄ってってくれたらよかったのにね、腹減りだね。ママも聞けばよかった、もっと早くお父さんに、そしたら谷くんに美味しいのいっぱいあげたのに。お腹減っちゃってたんだね、ほんとごめんね、ごめんね。お父さんも食べなかったからじゃなくて、ちゃんとご飯あげてねってママ言ったからね、ママが確認すればいいんだよね、ごめんね、ほんとごめんね、ほんとごめんね谷くん。明日もおやつあるからね谷くん、白身のお魚のおやつ食べようね。今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねしてください。おやじゅみ、おやじゅみ、おやじゅみー。出にくくぽーい。おやじゅみ。くぽい。ふみくおやすみー。ふみくおもちゃ2つも持ってねんねしてるの？すごいじゃん。この黄色いチーズフレーバーのやつずっとなかったんだけど、サムちゃんがどっかから探して持ってきたんだよね。サムちゃん隠しちゃってたんでしょ。よかったね、見つかって。サムちゃん持ってきてくれてよかったね。大事よ、ふたあち持ってねんねしてんな。一日中サムちゃんに追いかけられてるけど、あなた。めちゃくちゃ好かれてますけど。あたちポミクと一緒よって言っていつもいるじゃん。ポミク、ポミク、ポミクってずっとだよね。サムちゃんポミク大好きなんだって。ポミクと同じがいいんだよね。おもちゃもポミクと同じがいいし、おやつもポミクと同じがいいし、ねんねもポミクと同じがいいし、愛用するところもポミクと一緒がいいしね。ポミクリーダーだもんね。これからもよろしくねポミちゃん。じゃあポミちゃんも一日ありがとね。ゆっくりねんねしてください。おやじみ、おやじみ、おやじみポミクグッボーイ。おやじゅみ、おやじみ。タムちゃんまんまるさんなってます。まんまるさんになってるとあったかいんだよねタムちゃんね。ポミほどあったかくないわこの辺が。ごめんごめん、起こしちゃった。父ちゃんとねんねしてたんだよね。でも父ちゃん起きちゃったんだよね。じゃあねなんだよね。サムちゃんがっしりしたね。本当にがっしりした。サムちゃん胸板熱いし、めちゃくちゃ筋肉質なんです。筋肉お嬢なんですよね。首もね、太くなったんだよ、これ。足の筋肉もすごいしね。体がしっかりしたね。お父さんも最近また大きくなったねって言ってたけど、こう、全体が大きくなってるっていうよりかは、筋肉がついて体がしっかりしてきたっていう感じかな。まあ毎日あんだけね動いてこちょ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 ね筋トレしてればねしっかりするわなっていう感じなんだけど、もう全然何しても起きないので寝入っちゃってますね。タムちゃん今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねんしてください。おやじみ、おやじみ、おやじみ。はい、タムちゃんグッベイビー。あ、目開いちゃったな。ごめんね。おやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時になります。お父さんはもう寝てます。12時過ぎぐらいかな。にパッと起きて、さーっとシャワー浴びて、でまたね、どうやらシャワー上がりにベッドで横になって、30分ぐらいかな。
寝ちゃったっぽいんだけど、私ね、その間お父さんお風呂入っちゃったし、まあいいかと思って編集してたんですけど、なかなか降りてこないなと思ってたんだけど、自分でねちゃんと起きたっぽくってポミットさんもトイレに連れてってくれて、でまたさっと寝て、なのでね今日はね何にも声かけてないんですが、ちゃんとねベッドで寝てくれました。今日は日経マーケットに行けなかったんですけど、まあお味噌を買いに行きたかっただけだから、まあうちねそんなにしょっちゅうお味噌使う料理しないから、昔は毎日お味噌汁作ってたんだけど、私もともとそんなにお味噌汁飲む人じゃないんだけどね、お父さんお味噌汁すっごい好きなんだけど、夜やっぱりサラダとプロテインとかの生活にほとんどなってるから、お父さんがお味噌汁飲まないのね、作らなくなったから、まあお味噌をね使う頻度が減ってるんだけど、まあそれでもねお味噌ゼロっていうと、まあパッと使いたい時とかに使えないのねと思って、あとね本当にスプーンで一杯ぐらいしかないから、まあね日経マーケットじゃなくても場所によってはお味噌売ってるんだけど、種類がねやっぱり違うからと思っておりますので、またねどっか行ったついででもいいかなと思うので、近々ね買いに行ければなと思ってます。明日は昨日ね少しお話ししたと思うんですけれども、私の車をですねメンテナンスに出すので、1日車がないんですが、まあね出かけない日も多いから私は別に問題はないんですが、本当はね今日ね Vlog お休みにして Vlog 1日おきにしようと思ってたんです、今週だけど、明日がねまあ何もないのであれば明日お休みにしようと思って、木金とですね2日間連続になってしまうんですけれども、 Vlog お休みしようと思っております。まだねどっちを先に公開にしようかなっていうのは決めてないんですけれども、先日ですね使い切ったものの前編を公開にしたんですが、そちらの後編かもしくは昨日作ったとバレンタインギフトに使えそうなお菓子のアイディアのレシピですね、その2本のビデオを公開にしようとは思っておりますので、ご興味のある方よろしければそちらもご覧ください。それから何事もなければ週末 YouTube ライブは行おうと思っておりますので、まあ先週もねお父さん急に飲みに行って開始時間が遅かったりしたんですが、今週はどうなのって聞いたら、もう何もないんじゃんって言ってたんだけど、まあそれでも何かあるかもしれないからとは思うんですけれども、できる限りねライブはやりたいなと思っておりますので、お時間の合う方よろしければ遊びに来てください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。